リグリア大陸西部、肥沃な大地と温暖な気候に恵まれたこの地域はラーガイル王国と神聖ラーナ帝国の二大勢力が拮抗していた。しかしラーガイル王国の国王が急死し、幼少のカール9世が即位したことから、平和な大陸に一転悲劇が訪れる。クロービスがラーガイル王国の摂政に就任し実権を握ると、反対派のザクセン公フォイエルバッハらは西方の地にザクセン公国を建国した。両国の構想に異を唱える穏健派貴族はジョパンニを中心にエスタニア共和国を建国し中立を宣言した。クロービスは本家の再興を期すべく国名をグランクール王国と改名。ラーガイル王国が三国に分裂すると、大陸の覇者たらんとする各国の野望に火がつき、長きにわたる戦争が始まったのである。騎士団同士による小競り合いで幕を開けた戦いは、戦争を生活の糧とする傭兵の登場で急速に拡大していった。戦争開始から11年、度重なる戦闘や略奪でリグリア大陸の総人口は半分以下にまで落ち込んでいた。だがそれでも各国は戦争をやめようとはしなかった。誰かこの地獄から救いたまえ。民はただ祈るのみである。この戦乱の世を終結する英雄が現れるのThank you.
Thank you.
けど。